それでは本日の通関士講座 e l ライブスタディを開始いたします。担当はフォーサイと通関士講座担当の奈良と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて本日のテーマなんですけれども、関税法等の原産地証明書のところから、経済連携協定の内容について見ていきたいと思います。 経済連携協定というのは非常にたくさんあるので、よく混乱してしまう受講生の方いらっしゃるんですけれども、覚えていただくことはそう多くはありません。なので、今回の ELIVE スタディでそこをあの覚えていただければと思います。また、現在ですと通関詞講座の学習をされている方は、 初学者の方だったり、すでに少し学習を始めている方、どちらもいらっしゃるかと思いますので、最初の部分で概要を説明させていただいてから問題を解くという流れで進めさせていただきたいと思います。また、すでに学習をされている方は、少し簡単に感じてしまうところもあるかとは思うんですけれども、ぜひ最後までお付き合いいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは画面を切り替えてまいりますので少々お待ちください。それでは早速内容を見ていいいきたいと思います本日12月18日のテーマですが先ほど紹介させていただきましたとおり関税法等の原産地証明書経済連携協定の内容を見ていきたいと思います。 テキストは 1A の82ページから84ページに相当する部分です。まず、目次といたしまして、経済連携協定の概要について少し紹介させていただきます。続いて10問問題を用意させていただきました。まず、問1問2は丸抜問題。問3を4子卓問題で自己申告制度の問題。問4から問5は 認定輸出者事故証明制度の問題。そして6番、7番は第三者証明制度の問題。8番から10番が経済連携協定共通の問題です。今、こちらの制度の名前を初めて聞いた方もいらっしゃるかと思うのですが、この後説明してまいりますので、どうか心配なさらずに見ていただければと思います。 それぞれ回答時間は各秒では早速ではありますが原産地証明書の概要について見てまいりたいと思いますまず原産地証明書とはどういうものなのかということで貨物を輸入するものは輸入納税申告にかかる 貨物の関税,について関税についての条約、WTO 協定及び経済連携協定、経済連携協定のことを EPA と呼んだりするのですが、この特別な規定による便益を受ける場合には、当該貨物の原産地を証明する原産地証明書等を提出しなければなりません。この原産地証明書等とついているのは、 今回出てくるのは原産地証明書だけではなくて、原産品申告書だったりと違う名前の書類も出てくるので、原産地証明書等を提出しなければならないという風になっております。今回 WTO 協定、経済連携協定と出てきたんですけれども、今回に関しましては経済連携協定、すなわち EPA と呼ばれている協定のみについて問題を解いていきたいと思います。 続いて、経済、続いて、原産地証明書経済連携協定の場合の有効期限なのですが、原則として輸入申告の日において、発給または作成の日から、どのくらいの期間有効でしょうかヒントは、6ヶ月、1年間、3年間のいずれなのですが、予想してチャットにぜひご回答いただけると嬉しいです。お願いいたします。 6ヶ月ということでありがとうございます。他の回答の方いらっしゃいますか ?1 年間ありがとうございます。じゃそろそろ答えに行きますね。こちらは1年間となっております。1年間の方正解です。原則として輸入申告の日において発給または作成の日からという期算日はあるんですけれども、 ここについての引っ掛けは、それほど出て,出てきませんので、とにかく有効期限は1年間というふうに覚えていただければ結構です。続きまして、原産地証明書は提出を要しない場合もございます。2項目あるんですけれども、まず1つ目。課税価格の総額がいくら万円以下の場合。 こちら、いくらが入るか分かる方いらっしゃれば、ぜひチャットの方にご回答をお願いいたします。20、ありがとうございます。あ、そうですね。皆さん正解です。20万円以下の場合。続いて2つ目。課税価格の総額が20万円を超えるものであっても、 政官庁が貨物の種類または形状からその原産地が明らかであると認めたものこの2点の場合には原産地証明書等の提出を要しませんこちらも問題出題していきますので是非覚えておいてください続きまして経済連携協定の内容について詳しく見ていきたいと思います まず、経済連携協定に関する原産地の証明手続きには3パターンあります。1つ目、第三者証明制度。2つ目、認定輸出者証明制度。3つ目、自己申告制度があります。制度内容について見てまいりましょう。書いてある通りではあるんですけれども、1つ目の第三者証明制度は、貨物が定約国原産品であることを 定約国の権限を有する機関が証明した書類である、書類である定約国原産地証明書。これを活用して、原産品であることを明らかにすることになっています。でこちらを使用できる協定なんですけれども、韓太平洋協定、欧州連合協定、日米貿易協定、日英協定を除く、 すすてての EPA 協協定、定ななち経済連携でで使用できる方法となっています2つ目の認定輸出者証明制度こちらは自己証明自己証明として商業上のインボイスインボイスのことを C でしょう別名言うんですけれどもこれを認定時に付与される認定番号を記載して 輸出産品が原産品である旨を申告するものです。こちらについては、スイス協定、メキシコ協定、ペルー協定、RCEP 協定で使用,使用できる方法で、あまり多くはないということですねで。最後に3つ目、自己申告制度についてです。自己申告制度は、経済連携協定の規定に基づき、貨物の 生産者、輸出者、または輸入者が作成した書類です。この場合には、定約国原産品申告書、そして定約国原産品であることを明らかにする書類、いつもこの2点が必要になってきます。その生産者だったり、輸出者、輸入者が作成できるということで、名前のところも申告書というふうになっているのがポイントです。 こちらは比較的新しい協定が該当しまして、オーストラリア協定、反太平洋協定、欧州連合協定、日米貿易協定で使用できる方法となっています。また、認定輸出者証明制度、そして自己申告制度の中のオーストラリア協定に関しましては、こちらの丸一番で示した第三者証明制度も活用できることとなっています。 本日の内容はここから問題題を出題していいいきたいと思います。まずは1問目に入る前に先ほどの繰り返しではあるんですけれども自己申告制度について復習をしていきたいと思います自己申告制度は輸出者輸入者生産者これらが自ら作成した書類を使用できます そして、定約国原産品、定約国原産品であることを明らかにする書類、この2点が必要でした。で使用できる協定が、オーストラリア協定、反対平洋協定、欧州連合協定、日米貿易協定で使用できます。それでは、ここで問題です。 問題が表示された方から回答を開始してください。 ただいま集計しております。いかがだったでしょうかそうですね。あと半分ぐらいに結果分かれているようです。回答を見ていきたいと思います。正解は×ということになりました。問題文一緒に見てまいりましょう。オーストラリア協定に基づく原産品申告書。あとは、オーストラリアの発給機関が オーストラリアに所在する輸出者または生産者による申請に基づき発給したものというこちらの問題ですが、原産品申告書は発給機関が発給したものではなくて自己申告制度。先ほどの表で一番右にあった表ですね。 なので、貨物の生産者、輸出者、輸入者。今回の場合には、輸出者または生産者と言っていますが、このものが自ら作成した書類となります。なので、このオーストラリアの発給機関がっていう主語が間違っていますね。で発給するのではなくて、原産品申告書は自ら作成するものとなりますので、正解は×ということになりました。 冒頭の表の部分なんですけれどもちょっと隠れて見えづらいのですがこちらの文の通りですね経済連携協定の規定に基づき貨物の生産者輸出者または輸入者が作成した書類は締約国原産品申告書ということを覚えておきましょう続いて2問目です こちらについても問題が表示されます。された方から回答を開始してください。 回答ありがとうございますこちらですがほとんどの方が正解をしているようです答えを見てまいりましょう第2問の問題ですがオーストラリア税率の適用を受けるためにオーストラリア協定に基づく定額国原産品申告書これを税関庁に提出する場合は輸入貨物がオーストラリア協定の 定約国原産品であることを明らかにする書類を提出することを要しない、すなわち提出する必要がないということですが、先ほど見てきましたように、オーストラリア協定は、定約国原産品申告書を提出するものでしたから、この場合には、定約国原産品申告書と、定約国原産品であることを明らかにする書類、 この2点が必要となってきます。もう一度繰り返しますが、定約国原産品申告書の場合には、これにプラスして、定約国原産品であることを明らかにする書類、この2点セットがいつも必要になってきます。で定約国原産品であることを明らかにする書類、これ一体どんなものなのかと言いますと、例えば、 協定によって異なってはくるんですけれども、契約書だったり生産証明書だったり、製造証明書といったものが当てはまります。そうですね、国語力も試されている感じがしますね。続いてもう一度冒頭の表を用意いたしました。次の問題については協定の 判断をしていただきたいので、この赤い丸のところですね、よく見ておいていただきたいんですけれども、自己証明制度を使用できるのは、オーストラリア協定、反太平洋協定、欧州連合協定、日米貿易協定。こちらです。内容を少し覚えてください。 それでは3問目の問題です。こちらは4子択一式の問題となっております。こちらも問題が表示されました方から回答を開始してください。